どうも、ふふです。ということで今回は、モブの能力が使えるトーテムをゲットできる世界にやってきました。で、なんでまずすぐそこにいるこのラマ。このちょっと光ってるラマいるじゃん。これがトーテムになってるモブだね。だからこの光ってるモブを見つけて、右クリックを押すと、こんな感じでトーテム化するんだよね。で、まあこのトーテムは、いつもの不死のトーテムみたいな、やられても復活できるような効果があるわけではなく、まあ普通にモブの能力が使えると。で、このラマの能力。唾を飛ばす能力、これが最初これダメージとかあんのかな。あ、でも相手なんか足遅くなってる。あ、でもまあ攻撃力もそこそこだな。なんで今回これらのモブの能力を集めて目標として、まあ、ウォーデン倒していこうかな。ここに村人いるね。だから強いモブの能力を見極めたい。この村人の能力はどうやら、あ、エメラルドを村人のアイテムに変えるって書いてあるね、まあ、だからエメラルドないと意味ないな。で、なんかここに、まあ、小麦があったんで、まあ、取るか。絶対これ馬の餌だよな。そして待って、馬のトーテムもいるな。どういう能力だ？はい。あ、スピードと、あとジャンプ力が上昇してる。これめちゃくちゃいい能力だね。やっぱだから結構ね、そのモブに見合った能力をもらえるんで、まあ多分モブが強くなればなるほど、まあその能力も強いんじゃないかな。ってことでね、ちょっといろんなモブを探しに行こうか。あ、で、あ、こいつなんだ？なんか全然知らないモブがいる。なんか瞬間移動した！あ、倒したけど、あ、金塊か。別に大したモブじゃないっぽい。あ、待って、なんかいる。これ、牛じゃない？あ、牛がいる！なんか、このトーテムのモブって、固まってるから分かりやすいね。牛の効果は、ポーションの効果を取り除くって書いてあるね。だから、俺がもし毒とか食らっても大丈夫だ。え、待って待って。これなんだ？こいつ、豚か？なんか、哀愁漂うな。あ、お前、同じポーズしなくていいんだって。なんか、でも、攻撃能力があるやつ欲しいな。はい、じゃあ、豚。豚の能力は、はい。え？どういうこと？あ、なんか豚が俺の周りを守ってくれるらしい。こんな感じで暗え。まあこれで俺に近づけないってことだな。あ、まあ使い方次第だな。そして待って、村があったね。村があるってことはあいつの能力ゲットできるんじゃないか。あ、普通だなお前。いるー普通じゃないやつがいた。あ、てか、あ、あれ拠点ね、あの村人のところ。まあなんでちょっと、じゃあゴーレム取るか。はい。え、ゴーレム絶対強いでしょ。なんか、足が遅くなってるんだけど、え？あ、すごい！ほら、攻撃すると、ゴーレムのパンチみたいに飛ぶ相手が。そして、なんと、耐性がついてるね。これはね、めちゃくちゃ強いね。まあ、だからこんな感じでどんどん厳選してけ。まあ、でもやることはいつもと変わらないね。まずじゃあ食料を作って、で、まあ、鉄取っていくか。すごい、ゴーレムトラップしたバージョン。よーし、これで鉄もゲットと。で、鉄ピッケルも作れたんで、やっぱね、洞窟とかにいる敵モブはね、結構強い能力持ってると思うんだよな。うわ、でもちょっと怖いな。いや、もうちょっと地上のモブの能力をゲットしてから行くか。あ、待って。あ、エメラルドあった今。ほら、ここにエメラルドがあるんで、これで、ちょっとじゃあ村人交換。これを、これで、あ、すげえ、ベッド今さっき取ってきたばっかー。まあ、青色になったな。そしてこの世界はあそこになんかネザーポータルがあるね。まあ、だからネザー行くときはあそこを使うか。あ、なんかいる。あれ、鶏だ。鶏の能力は気になるな。あ、卵を飛ばせる。と、あ、待って、これいいわ。この低速落下がついた。だから、俺がエンドラー倒す際に結構使えそうだね。あ、すごい。え、4匹生まれた。これめちゃめちゃレアだよ、ちなみに。まあ、今回やっぱね、ボスモブも倒したいんだよね。だから多分普通にエンドは行こうかな。お、またあるぞ。これは犬か。どういう感じ？あ、どうやら、このトーテムは、スケルトンが俺から離れてくらしい。まあ、でも、スケルトンって結構、モブとしても厄介だから、まあ、これはこれで便利だな。そして待って、あ、パンダいる。パンダのトーテムないかな。これ、こいつはトーテムか？あ、トーテムだ！山猫トーテムになってもあんまわかんねえ。あ、これめちゃくちゃいいわ。まあ、山猫の能力として、クリーパーが逃げてくんだよね。っていうのと、なんと、はい、落下ダメージ食らわない。これも鶏同様、エンドラに使えそうだね。あー、いたー！パンダ！なんか美味しそうじゃないか？フルーツケーキみたいな見た目してる。じゃあ、いただきます。はい、こちら、パンダの、あれ？あ、うん、すごい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 。なんか、転がって攻撃できるらしい、パンダみたいに。いや、もう、でも、俺の画面もぐちゃぐちゃないよ、これ。しかも、今みたいな感じね。いや、でも、しかもね、これ。
あんま攻撃力ねえな。あーっと、ラッキー。なあ、ちょっと待って、あ、危ない。これだから、狼と、猫のトーテム、おわーまあ、じゃあ結構トーテムも揃ったんで、これで洞窟行ってみるか。まあ、でも洞窟に強いトーテムとかも、まあ、結構ゲットできたんでね。よし、じゃあこれでま、鉄やらダイヤやらをゲットして強くなるか。まあ、結構深いなあ。だからこういう場所は、イデオ、鶏トーテム。で、ふわーっと降りる。このね、昇竜石って当たると、マジで死ぬからね。で、結構、ああ、クマじゃねえ、クマがいるね。あ、待って、びっくりした。エンダーマン出てきた。なんだ？なんか出てきた。これなんだ？エンダーマン見ちゃった！ちょ、罠だ、罠。はい、なんか倒したら、ファントムのなんか落ちたな。まあ、でも、エンダーマンとか出てきた時に、こうやって豚回しとけば、エンダーマン弾いてくれそう。っていうのと、じゃあ、クモの能力。ああ！壁登りだね。これまあ、クモっぽい能力だね、ちゃんと。ただ、俺が期待してた能力とはちょっと違う。待って、逃げろ、よし、今、狼のトーテム持ってるから、スケルトンが、俺から逃げてくね。ほら、ああ、もうどうしようかわかんなくなってんじゃん。今のうち。で、こうやって持ち替えて、これ、ちょっとおもろいな。よし。いや、でもやっぱ、こういうの先にゲットしといてよかったな。いや、もうここら辺ね、ダイヤ、あると思うんだけどな。なかなかないな。あった。待って、あいつなんかエンチャント持ってね。よいしょ、オッケー。何のエンチャント？パワーに結構強えな。よし、まず、いや、これ2個以上あってほしいな。はい。あったー！よし。これでじゃあ一応剣が作れる。よし、危険からダイヤ剣になった。いきなり強くなりすぎたな。まあ、でもまだまだダイヤ欲しいなー。やっぱ、ウォーデンと戦ってくからね。いや、てかここ、鉄鉱脈じゃん。めちゃめちゃ鉄あるわ。あ、ダイヤすごー！見えてなかっただけで意外と近くにあったな。あ、出たー、これ。これね、鉄原石ブロックみたいなやつで、これをクラフトするとほら、9個の鉄になるんだよね。これ、いいね。まあ、でもこんぐらいか？いや、もうちょっと敵のトーテム欲しいんだけどな。なかなか敵と出会わない。わ、すげえとこ出た。あ、ここにもダイヤあるね。あ、いい、あ、トーテムかと思ったら金のヘルメット被ったスケルトンか。わかりにくいな。ただ俺はもうダイヤ剣だぞ。よし。あとダイヤあった。あ、光イカいるね。待って、これなんかワンチャントーテム説ない？あ、全然違うわ。ただ似てるだけだった。まあ、でもこういう感じで、海のモブとかも、なんか結構トーテムで強そうだよね。あー、すげえ！謎の位置で固定されてる、光イカトーテム、いたね。やっぱ本当に全てのモブにトーテムいるんだ。おー、急に水の中クリアになった。そんなことある？この能力いいね。まあ、水で呼吸できるし、あ、なんか、あ、すごい。俺が輝く。ま、あと、やっぱね、なんといっても水の中がすごいクリアに見えるね。あ、だから、エルダーガーディアンとか倒すのに、すごいいい能力だな。こんな洞窟でゲットできる？海の能力を。やべ、なんか、適当に言ってるけど、なんか上にこれは繋がってるのか。今、こう見えて水の中だから、おぉ繋がってた！いやードラウンドー、ちょっと待って。まだ勝てんわ。あそこにはイカがいる。光イカとイカの違いも見たいな。えい、じゃあこれイカのトーテムね。ほんと微妙に違うんだな。あ、こっちは水の中クリアに見えない。ほら、光イカやっぱすごい優秀だ。あ、そして外夜だな。多分ね、洞窟より地上の方が敵モブのトーテムゲットできる気がする。まあ、なんで上からこうやって探していくか。いる。俺は、クリーパーのトーテムか。ちょっと待って、じゃあ、なんかいらないトーテムとかこん中入れちゃおう。よっしゃ、これで、クリーパーのトーテムもゲットと、これどういう能力だ？あ、いや、わかるぞ、大体。ん？あ、すごい！あー、爆発！しかも俺自身がクリーパーになってるわ、このピカピカ点灯して。はい。ブロックもいい感じに破壊できるな。あ、そして、ん？いや、違うわ。あれは、金装備ゾンビかもしれない。ほぼフル金装備だな、お前。これは、ちょっと見間違えるわ。あ、そして、すごっ！待って、一気に3個のトーテム出てる。だからまず、ウィッチ。そして、スケルトン。待って、カメも出てる。すごっ！ここら辺めちゃめちゃトーテムある。そして、ゾンビでしょ？で、カメ。はい、じゃあ全部試してみるか。まず、カメ。あ、カメ、足、おっそ。で、あ、カメの卵を埋めるらしい。ただ、これ持ってる間、耐性3だ。ま、これは強いな。てか、トーテム、あ、逆手には持てないね。そして、魔女の能力は、こうやって、ごめんよ、カメ。ランダムのポーションを、こうやって出せるらしい。
あでも今毒だったり負傷だったり、あこれは弱体化とか鈍化とかかな。まあほぼマイナスの能力だね、まあ、だから敵に投げるのには結構使えるんじゃないかなっていうのと、スケルトンの能力がえいうっ、あこれめっちゃいいね。あほもう無限に弓打てるわ。これ最高すぎる。矢が必要ないのがいいわ。そしてゾンビは近くの木のドアを壊すだって、完全に村仕様なんだよね。でもじゃあこれで一回海に出るか。でなんかやっぱエルダーガーディアンとか倒してこようかな。まあじゃあその前に鉄防具作っちゃおうか。あ待って、なんか明らかに動いてないタラいるんだけど。よいしょ、じゃあタラゲット。あすごい、なんかタラを召喚できる。しかもなんかこのタラ、あ攻撃してくれるんだ。これはサケか。はい、いや、これもタラだ。ちょ、待って、トライデントいた。あ、なんかいる。これ、サケか？ぽくない？なんか。はい、あ、サケゲット。あ、これ、さっきの、サケバージョンだ。だから、こいつがほら、攻撃してくる。いて！あ、もうあいつ、許さねえ！もう、ドラウンドを飛ばしてくるんだけど、このサケとかタラに当たるから、俺に当たらない。そして、もう無限に出せるから、もう陸に追い込め！いいぞ、いいぞ、いいぞ。で、とどめは俺が。いやー、いや強いな。まあ、だから海底神殿も探しつつ、なんか止まってるモブも探していこうか。あーなんか止まってるドラウンドいるね。なんでまず、はい、もう鮭とか出して気を引かせつつ、はい、オッケー取れたね。ドラウンドの能力は、え待って、えい、うわーこれめっちゃいい！トライデント飛ばせる！あ、こういうのを待ってたわ。あとね、俺の予想だと、なんかイルカとかすごいいい能力な気がするんだよな。いたー、イルカー。え、これトーテムだよね？うん、明らかに止まってる。で、イルカの能力は、あ、やっぱ、明るくなったわ、こいつも。さらに、え？はやー！なんかバタフライみたいな動きして、水中の中駆け回れるんだけど。あ、もうこれがあったら、船いらねえな。あ、あったー！ちょっと待って。これもだから、急いで、はい、これで、掘るぞ。あー、かかった。いや、待って、これさ、牛の能力で溶けるよね。てか。はい。あー、もうすぐかかる！解いて、あ、でもなんか、あれ？ここにさ、出てくるさ、エルダーガーディアンさ、トーテムっぽくない？ほら。あ、ここ行けそう。行ったねー！で、じゃあ、この中で、ドラウンドの、ほら、トライデントとか、あと、鮭とか、タラとかを出しながら、で、こうやってうまく立ち回っていけ。ちなみに、ボスは、倒さなきゃいけない。そうじゃないと、トーテムの能力を取れないね。もう、いけ！鮭とかタラとか出しまくって、で、気が逸れてる間に、トライデントを投げる。まあ、ただ、水中呼吸があるから、めちゃくちゃ戦いやすいんだよね、今。いけ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 、一緒に叩くぞ。よーし、これで、はい、落ちたね。エルダーガーディアントーテム。いや、ついにボスのトーテムを1個ゲットできたぞ。よし、じゃあこれで、外出て、ガーディアンはま、特に変わんないか。あ、でも一応いるっちゃいるね。なんで、はい、回収して、まあ、じゃあこれで一回、陸まで泳ぐか。さあ、じゃあ能力試していこうか。まずじゃあこのガーディアン。え？あー、ビーム出して、あ、強いじゃん。ここは？あ、なるほど。うえ、強っ！当たると結構自動追尾してくれるね。あ、待って、てか、羊まだ持ってなかった気がする。よし。あ、なんか、あ、ここら辺の草を刈る能力らしい。え、めっちゃいらな。ちょっと近くに村があったんで、村人とかで試してみるか。はい。あ、一発ではない。ただね、二発ではあるね。じゃ、ちょっと次、エルダーガーディアン編。どうだ？いや、強っ！村人一発だ！まあ、ゴーレムに、はい、一発。二発、待って、ゴーレム二発はやばすぎない？しかもなんか、倒したら、スポンジを落とすらしい。まあ、これはマジでいらんけど。いや、ボストーテム半端ねえな！よし、じゃあ、これで次はネザー行ってみるか。え、待って、ここ今、現世なのに、ガストの鳴き声したな、今。さあ、着いたぞ。なんだここ。あ、待って。え？なんかモブたちが閉じ込められてる。しかもこいつらトーテムだ。なので、はい、あ、やべ。まずここにいるのはブレイズだね。そしてここはピグリンのトーテム。そして、何これ？マグマキューブか。はい。あ、マグマキューブだ。やった、ネザーに旅立つ前に、なんかゲットできたね。で、じゃあまずブレイズの能力は、ファイアーボールを放てる。っていうのと、火炎耐性ついてるね。これめっちゃいいね。そして、マグマキューブは、こいつも火炎耐性と、なんか、あ、めっちゃ跳ねて、ほら、こうバウンドすると周りに火つける。しかも多分、おそらくこれは、これ、
うん、落下ダメージが消えてるね。そしてピグリンのトーテムは、あ、これめっちゃいいわ。金をピグリンのアイテムと交換できるらしい。まあ、だからまあ自分で攻撃ができるみたいな感じだね。よっしゃ、これらを使ってネザー探索しに行くか。さあ来たぞ。行きのゲートあんなでかかったのにこっちはちっちゃいんだね。まあ、じゃあこれでまず要塞を探しに行くか。あ、そしてこのなんか変な骸骨みたいのいるじゃん。行って、え、なんかウィザー状態になってる。あ、これこいつの能力か。こいつを倒すと、なんと、はい、ブレイズパウダーがゲットできるんだよね。まあ、だからちょっとはブレイズの代わりになるかも。あ、廃要塞あるね。あ、これどうしよう。あ、ここさ、この雲のトーテム使えそう。こうやって雲のトーテムで、こう壁登れるからね。こんな感じで。ここだったか、使いどころは。まあ、でも、廃要塞は金ブロックがたくさんあるから、まあ、それで、ま、ピグリントーテムで攻撃するのもいいね。ピグリンブルートを倒せるかな？ちょっと、あー、いる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 、ちょっと待って、めちゃめちゃいる。あ、危ね。あ、チェストあるね。ただ、この周り怖いな。金リンゴとか、ちょっとじゃあ一回降りてみるか。はい。ピグリンブルートいるね。で、こいつはちょっとガーディアンのあれで、あ、待って、あー、いや、あ、普通に倒せた。他は、まあ、古代の瓦礫か。まあ、一応取っとくか。で、ちょっとじゃあ隣も見ていこうか。はい。あ、めっちゃいるね。で、これピグリンブルートに、この光線どうだ？あ、一発だ！いや、さすがだな。俺、ピグリンブルートのトーテム欲しいな。で、古代の瓦礫とか、まあ、他特にないね。よし、で、これで真ん中の方行こうか。この下の方には金ブロックたくさんあると思うからね。で、いや、この周りはピグリンブルートとかはいいんだけど、なんかトーテムになってないね。よっしゃ、これで俺一応火炎耐性もあるから、まあ、そんなに危なくはないと思うんだけど。よっしゃ、これで、ホグリンいる。よっしゃ、スポナーも壊して、まあ、一応火炎耐性は、持ってるので火は俺大丈夫なんだけど。オッケー、これで先に火炎耐性ゲットできてよかったね。で、これも、はい、ゲットしたぞ。まあ、でもちょっとまずは、この真ん中の金ブロックとか取っていくか。よし、これと、この中身は。まあ、一応ネザライトスクラップ。あと、ダイヤブーツ嬉しいね。まあ、でもこんぐらいかな。よし、じゃあこれでじゃあ、あ、こっち側開くか。あ、開いた。なんでこれで雲でよじ登っていこう。はい。あ、すぐ出てたわ。よし、じゃあ、ま、金がね、たくさん集まったんで、これでじゃあちょっと交換してみるか。これを、あ、なるほど。こうやって金落とすと、はい。あー、エンダーパール出た。これ、めちゃめちゃ便利じゃない？はい。もうこれでどんどんエンダーパール出していくぞ。意外とね、出るもんだね。あれ？なんか、あ、最後の方全然出なくなってきた。あ、出て。はい。これで、13個だね。ま、エンドに行けなくもないけどね。なんかめちゃめちゃ巨大なトーテムあるんだけど。やったー。これじゃあ、はい、ガストのトーテムゲットと、ん？待って。あ、これ、ゾンビピグリン固まってるね。よし、じゃあゾンビピグリンもゲット。じゃ、まずゾンビピグリンの能力。えい。あ、すげえ！ゾンビピグリンを召喚して、強いな、お前ら。これめちゃくちゃ強いトーテムだ。そして待って、さっきのホグリンの能力は、ちょっとじゃあお前らに試させてくれ。えい。あ、こんな感じで、ほら、なんか相手を飛ばす能力があるね。えい。あ、しかも結構強い。そしてガストは、あ、この火の玉を飛ばせるっていうのと、まあ、あとは、ゆっくり落ちるっていう効果だね。あ、そして、要塞あったね。よし、じゃあこれで、ん？あ、ウィザスケだ。ウィザスケ強そうだけどな。これどうなんだろう。で、能力としては、周りにウィザー状態を与えられるらしい。よし、じゃあこれで、ブレイズスポーナーを、ちょっと待って、こう、うまく火炎耐性持ち替えて、いって、あ、でもこれ火の玉もちょっと食らうのか。じゃあこの火の玉で倒すのが、まあ、安全策だな。あ、てか待って、あ、ゾンビピグリン助けてもらうこともできる。おー、いいね、これ。しかもこれ、耐火ついてるわ。いけ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 。その剣、ドロップ像がついてない？それはさすがに無茶か。いや、待って、でもこれ、あ、もう9本になった。やっぱなんか、自分以外に戦わせるって、リスク少なくていいな。ま、てことで、ま、こんなもんかな？ネザーは。あ、でもネザーだったら、こうやって金塊見つけて、で、ま、クラフトして、ま、これでちょっとずつ変換していけば、あ、エンパ出たー！あと、あ、黒曜石1個欲しい。出ろ、あ、出た。よし、これで完璧だな。これでエンドラー倒しに行けるんだよね。あ、待って、火がないんで、ブレイズで、つけろ。これつくよね。あ、ついた。よし、じゃあこれで帰宅。よし、帰ってきたけど、なんかすげえ奴がお出迎えしてる。これコウモリか。なんかめちゃくちゃ暗くなったが、これすごいぞ。今どうなってるかな。あ、あれ？あ、来た。
これね、飛べるらしい。ただ、目の前が真っ暗になるっていうデメリット付き。まあ、だけど強いぞ、これは。いや、たまたま洞窟から出てよかったな。で、例えば、じゃあ、こう、まっすぐ飛んで、ズズズズ突っ込んじゃった、壁に。よし、じゃあ、これでエンダーアイ作って、どっちだ?こっちね。でも、こっち側を、もう、いけ。もう適当に飛べ。多分これ、結構移動速度も速い気がする。すごい、なんか俺が手パタパタしてる。あ、すごい、今、速かったよね。まあ、なんで、ちょくちょく見て、こんな感じだね。これ、なんかすごい奴らがいる。え、待って、行商人のラマ一匹トーテムになっちゃったよ。あいつら多分気づいてないのかな。まあ、でも多分ここら辺なんだよな。えい。あ、いや、わかった。ここだ。よーし、ここだ。まあ、ここ掘っていくか。いや、エンドラー、どんな風になってんだろうな。やばい、意外とピッケルが壊れそうだ。なんかクリーパー爆破とかでいけんじゃね?えい。おーっと来たね。よ、じゃあこれでポータル探すか。おーっとーシルバーフィッシュがトーテム化してるね。これ何の能力だ?え?どういうこと?ブロックに変身した!あ、確かにシルバーフィッシュの能力っぽいけど、でも一応透明化ついてるから、もしかしたらモブにバレないかもね。まあ、ということで、これでじゃあエンドラ倒しに行こうか。はい。あー、そうだ、俺エンダーマン持ってなかったな。なんで、行きます。えい。お!で、この低速落下で着地と、エンダーマンの能力気になるわ。え、なんかエンダーマンだけ形違くない?はい、あ、はいはいはい。わーすごーあいつトーテムになってる。怖っ。あ、あとね、やっぱこれめちゃめちゃ便利だ。あ、ただ、そんなに距離長くないわ。っていうのと、あ、痛い痛い痛い。危ない危ない危ない。使えそうな能力は、このガストだね。待って、ガストちょっと食らわせてみるか。あれ、すり抜けた。あー、いや、まあまあ強いよ。あ、でもそっか、ガスト、低速落下もついてるから、すごい安全だ、エンドでは。これさ、多分クリーパーとかが一番大ダメージな気がする。むず。くらえ!あ、いや、入んねえわ。ガーディアンは?いや、入るな。結構なダメージ入る。ただ、このままだと回復されちゃうから、こうやって一回めちゃめちゃ上に上がって、で、はい、鶏使って、こうやって、うまく着地する。で、これでじゃあエンドクリスタルを、上からだとめちゃくちゃ破壊しやすいからね。で、どんどん破壊していこう。いや、これね、意外と命中力もね、いいんだよね。そのまままっすぐ飛んでくれるから、はい。え、柵もいけるんじゃないか?いけるね。もうだから、これでいったんじゃないの?いや、ガストゲットしといてよかった。あとは、このスケルトンの弓矢だったり、ドラウンドのトライデントだったり、あと、ブレイズのこのファイヤーボールでもいけるね。いてててて。まあでも一番強いのは、やっぱこのファイヤーボール。これ爆発力強いから、与えやすいかもしんない。いいぞ。めちゃくちゃ連射できるわ、あと。やっぱ剣で攻撃するより全然リスクがないね。これで、いや、追われるか?いや、もうちょっとだ。あ、でも、飛んでると、なかなか当てられない。当たった。あ、いやー、あと一発だ、絶対。あ、倒した!これトーテム降ってくるよな。ちょ、見逃すな。はい。どこ行った?え、なにこれ?え、すごー!なんかビーム出てるなって思ったらここにあったわ。これが、エンダードラゴントーテムだね。能力としては、すごい、なんかドラゴン飛ばす。あ、で、ブロックも削るらしい。で、ちょっとエンダーマンに当たんないからよくわかんないけど、一応攻撃力もあるっぽいね。まあ、てことでエンドをクリアしたんだけど、まだね、欲しいモブがいるんで、乗り込むか、エンドシティ。あ、あったね。俺はね、ここにいるシュルカーが、実はめっちゃ強いんじゃないかなって思うんだよね。まあ、わかんないんだけど。まあなんで、ここのね、チェストをゲットしつつ、シュルカーのトーテムもゲットしたいね。で、ここは?あ、やっぱね、めちゃくちゃ強い防具あるね。まだ俺今回ね、防具そんな強くないからね。で、この浮遊の効果も、牛で消せるんだよね。相性いいな。あ、そして、あ、強い強い強い。あと、あ、ちょうどピッケルあった。よかった。壊れかけてたんだよな。ここら辺いない?あ、でもみんな普通のトーテムだ。お、え、待って、今いた気がする。え?いたーなんか一つだけ動いてないから結構わかりやすいんだよな。よーし、トーテム獲得と。ま、じゃあ残りはチェスト回収していくか。はい。お、強っ。あ、すごい。え、これすごいな。あ、強いの発見した。まあでも、こんなに簡単にエンドシティを回れんのも、やっぱこのね、トーテムの効果のおかげなんだよな。まあラスト、じゃあエンドシップだね。あ、そこだ。なんで、はい。エリトラはいっかな。
まあでも、うん、もう結構強い防具ゲットしたんで、よっしゃ、これで現世に戻ろうかな。よっしゃ、帰ってきたんで、まずシュルカの能力。あー、いや、もう予想通りだわ。俺ね、浮かせる能力がちょうど欲しかったから、これでよかった。しかも、ん?結構長いね。よし。っていうのと、エンドラ、これどんぐらい食らう?うん。思ったより弱えー。まあ、じゃあ、これらの能力を使って、ちょ、ウォーデンに言うよ。めっちゃ手に入れてたな。で、まあ、ウォーデンに対抗できるやつを探していくか。さあ、ということで、古代都市に着いたね。で、このじゃあ、ボロボロの装備変えるか。え、急にこれ、すごい最強装備すぎない?で、まあ、剣も攻撃力10と。で、ここにあるトーテムたちが、まあ、ウォーデンに使えるんじゃないかなって思ったトーテムだね。あ、てか、この昇竜石もね、一応取っとこうかな。これ意外と強かったりするからね。うわー、ウォーデンもちゃんとトーテム。これだから、まず何をするかというと、ちょっと待って。はい、シュルカ当てて、浮いてるでしょ?あ、これ待って。え?結構、うわ、痛いが、浮いてるうちは結構叩きたい放題だぞ。で、なんかさ、下に昇竜石とかも、めちゃくちゃ、行って、引いたりして、危な!で、どこ行ったこれ俺。で、これ今、亀使おう。ほら、で、亀使うと、耐性がめっちゃあるから、相手の攻撃あんま食らわないんだよね。ほら。で、はい。で、亀使って、で、叩くの連続。これ待って、金リンゴ食うか。よし、この1個だけある金リンゴ食って、待って。はい、衝撃波は、亀でカバーして、で、ここら辺に行ったら、待って、亀でカバーして、あー、やばい、来た。で、また浮かせて、めちゃめちゃ殴る。で、これ待って、やばい、これね、衝撃波はね、結構でも痛いんだよな。だからもうね、この繰り返し、やばい。もうでも金リンゴない、あー、勝ったー!あっぶなー!もう耐える術全然なかったけどね。ということで、ウォーデンのトーテムもゲットできたね。いや、ギリギリだったな、意外と。まさか、亀がこんなところで役に立つとは。まあ、てことでね、ウォーデンを無事に倒せたということで、これがウォーデン能力だね。衝撃波を放てる。え、でも待って、これ思ったんだけどさ。あ、待って、使い忘れてた、俺。これ、エルダーガーディアン、絶対、エルダーガーディアンの方が強くない?ほら。いや、珍しくエルダーガーディアンが輝ける回で、使い忘れちゃったな、最後。